消火ポンプ、性能試験、締め切り時と定格負荷時の電圧、電流、圧力値、測定していきます。試験のため制御面変異しています。締め切り時0リットルパーミンと定格負荷時300リットルパーミンはですね、こちら制御盤の方に、表示が出ますので、それで確認していきます。じゃあまず締め切りから、ポンプ起動。7.5 アンペア、210V、0リットルパーミン、露出が8億円圧力値、0.56 メガパスカル、そしたら定格負荷、今から性能試験を入ったんで、回避していきます。停止、性能試験用配管閉。